こんにちは、鈴木です。それではソードアート・オンライン-ホロウ・リアリゼーションの配信を始めていきます。いやーなんかいろいろありましたね。これもしかして配信が始まってた感じになるんですか？あ、配信始まってるんですね。ちょっとニコニコの配信の仕組みがちょっとよく分かってない。あ、こんばんは。こんばんは。いやー、ちょっとよく分かってなくて、なんだろうな。あ、初見さんいらっしゃい。ちょっとニコニコでちょっと初めて配信する感じになるんですけど、あ、こんな感じになるんですね。結構ね、YouTube ライブで今までやってたんですけど、そっちに比べると、あ、こんばんは。そっちに比べると、まあ、画質は悪いな。画質は悪いですけど、まあ、悪くはない。レスポンスはいい感じですね。いやー、ちょっとね、FF15 の配信をしてたんですけど、僕ね、シェア機能、公式のシェア機能を用いてやってたんですけど、なんかそれでもなんかエンディングはなんかダメらしくて、で、そこでなんかスクエアエニックさんから、ちょっとダメだよっていう、なんかね、通報みたいな、申し立てみたいなのが来て、で、それの影響で、なんかね、ライブ配信がね、今できないようになってるんですよ。で、それが、なんかこの明らかな3ヶ月ぐらいなんかできない感じになるんで、まあちょっと一応、まあ、ニコニコに、ちょっと配信の舞台を移して、まあそっちでやっていこうかなと思ってるところですね。まあというわけで、やっていきましょう。いるかな？こっち人集まるのかな？人集まればいいんですよね。というわけで、騎士写真ですね。まあ今みんな多分ね、FF15 にいてる人も多いと思うんですけどね。こんばんは。まあ騎士写真紹介ですね。ひどい話だね。いやー、まあネタバレが嫌だっていうのは多分わかるんですけど、事後的に後出しじゃんけんでやるとすごい困りますよね。僕的には動画消されるのとか別に全然いいんですけど。あ、こんにちは、よろしくです。1回ごとに公開。こんばんは。こんばんは。1回ごとに交代からデータ配信したのでやると確か綺麗になるよ。あ、マジですか？マジですか？ちょっとあんま詳しくないんで、その辺は夜中に多分こっそりとやる感じになると思いますね。というわけで、パサード0000ですね。人集まるのかな？いやー、まあ、FF15 今多分プロモーションでなんていうか偉い人は世界中回ってるんで、多分ね、対応できないと思うんですけどね。どうなんだろうな。てかあれバージョン上げないといっぱい犠牲者出ますよ。マジで大変だと思います。昨日に引き続き頑張ってください。頑張ります。一応1時間ぐらいの予定ですね。ラオウの桜メンツ2弾来ない。ああ、桜メンツ2弾です。本当は今日の予定だったんですけど、なんかね、なくなっちゃったらしいですね。というわけで。あ、来てる。ありがとう。ありがとう。こんにちは。来ました。こんにちは。なんだろう、あんまりなんか人が集まらない感じだったら。なんだろう、3週後だけじゃないんですけど、著作権のニュース見て鈴木さんかと思ったら鈴木さんだった。え、マジでなんか乗ってんの俺マジか、俺乗ってんのかマジか。いや、まあ確かにね、うん、ネタバレいかんで分かるよ。分かります。うん、分かります。いや、でもなFF のことはどんまいです。まあマルチやっていきましょう。というわけで、写真ですね。実は操作方法忘れつつあるんですけど、あ、なんかみんな結構服装買ってますね。だけど、デューティーナイトですね。あ、気楽に行きましょう。今日は上心でもう一つの良いコントローラー買ってきました。あー、コントローラーか。言うとセイグリッドレインですか。セイグリッドレインですね。まあ一応、片手剣系統では、2つあるんですよ。このセイグリッドレインと、まあ、コウモリが落とす。まあ2種類あるんですけど。あ、初見さんいらっしゃい。こんばんは。多分ね、大型アップではね、できないと思うんですね。一応セブンとレインが登場する、やつが、年内に予定されてたんですけど、まあ、サクラメントが11月1日予定のやつが、まあ、1.05 の配信のせいで、まあ、ちょっと遅れることになっちゃうんで。てか、1.05、まあ、そのサクラメントの第2弾のやつも、なんていうか、全然、まあ、いつ来るかとかも来てないですね。なんていうかいろいろ心配ですね。あんま遅れるとなんかクリスマスシーズンって結構いっぱい出るんで、ね、まあ、その辺に埋もれてなんか人がいなくなっちゃいそうですけどね。まあでもソードアートオンラインはなんやかんやって結構ねファンが多いんで、まあ、そういう意味で、まあ、他のゲームに逃げる人っていうのはあんまりいないのかな。まあ、スクエニのゲームとかやってる人だったら、まあ、FF15 に行ってる人も多いんですけど、実はこれ始める前フレンド見たら結構ね、みんな来ました。一応電気から行きましょう。あ、みんな来たよ、これ。運営。いやー。よし、行きましょう。話は変わるんですけど、FF はもうやらない感じです。FF はね、一応ね、配信は問題があるかもしれない。なんかいろいろちょっとややこしくなったらダメなんで、一応、配信ではやらない感じ。あ、裏ではやってます。裏では結構楽しんでます。FF はね、メインストーリーは正直ね、微妙だと思ったんですけどね、サブクエとか結構楽しいんですよね。なんか旅してる感がありますよね。なんかファイナルファンタジー、今までなんか冒険っていう感じだったんですけど、まあ、今回はなんか旅っていう感じで、まあ、現代に生きる人にとっても割とね、なんというかそういう意味では訴えかけるものがあるかなとは思いましたね。なんかただスライム倒すとかっていうのは、正直ね、ゲームとかであまり経験できないじゃないですか。ただ旅をして、なんだろうな、なんとかすごい景色が綺麗なところに行って、まあ、写真を撮るとかっていうような、まあ、現実でもできることなんで、そのゲームの中で、まあ、素晴らしい景色の中で体験できるっていうのは、まあ、いいなと思いましたね。メインストーリーは非常に評価低いですけど、メインストーリーね、きっと何かあったんだと思いますね、僕は。まあちょっと多分やってない人もいるんで、あんまネタバレはしないですけど、あ、公式は SAO の公式は全く動かなくなってる。なるほどね。あ、それなんか早くちゃんとなってくれたらいいですね。やばい。なるほどね。一応なんだろうな、これ初見の方もたくさんいらっしゃるようなので、フレンド登録を送っていただければ、これまず参加。邪神ね、強化してほしいですね。ちょっと弱いですね。これマルチ参加されたい方は別にどなたでも OK なんですけど、フレンドになってないとちょっと部屋が探しにくくなると思うんで、まあ、よかったらフレンド登録送っていただければありがとうございます。ありがたいですね。あ、これ、あ、しまった。フレンドの ID 書いてなかった。 ID がミックスの時 PSID ちょっと書いておこう。お疲れ様です。ありがとうございます。さっきバル動画見て車から降りた途端の王子が宇宙に飛んでいきました。ああ、結構バグあるらしいですね。ちょっと PSID 書いておこう。 PSID。 あれ ?PS、 ちょっと待って。PSID。まあ、ちょっとパーティー立てて、ちょっと待って。まあ、一応こういう感じで1回ごとに交代していって、まあ、部屋立てたら、まあ、どなたでも探せるんですけど、まあ、フレンドにならないと、まあ、きついと思うんで、そういう方は PSID ちょっと書いておくんで。FF15 を買おうと思えば余裕で買えますがね。ああ、なるほど。PSID で。PSID。あれ出ないの？あれちょっと待って。それ出ない？あれなんかおかしいな。あれなんかおかしかった。このミックス好きっていうのを探して、これ探していただければ、フレンドになれるんで、よかったら来ていただければ。ありがとうですね。まあそんなに FF15 長くないんで、なんというか、まあ時間のない方でもいい感じですね。まあメインストーリーを追うかどうかはちょっと人によると思いますけど、現状サオは完全に素材悪無作業名だから早くレベル上限解放は後で欲しい。ああ、まああんまりもうやることはなくなってるんじゃないですか。こんばんは。いやー、あ、人集まらないかな。あ、集まった。あ、結構違う人いますね。結構たくさん見ていただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。助かります。なんか本当さっきと違う、同じ人が、全く同じ人が、ちょっと3週交代にしようかなと思ったんですけど、一応さっきと違う方だったんで、じゃあまた、1週交代にしましょう。いやー、一応1時間ぐらいの予定です。SAO を初めて拝見します。あ、初めてです。SAO をね、なんていうかね、7のリメイク出るのかな。あ、7のリメイクはそのうち出ますね。SAO 結構なんか中二病的な楽しみ方ができますね。ね、火力がむっちゃ上がるんですよ。うまいことすると。まあ、よくあれだな、少年漫画の主人公が必殺技だとか言って、なんか超絶攻撃とかでなんか逆転するみたいなのがあるんですけど、そういうことはできないんですよね。まあ、音ゲーみたいな感じで技をつなげると、なんていうか、普通の攻撃のなんか10倍ぐらいかな。あとバフをうまくかけなきゃダメなんですけど、10倍ぐらいのダメージを一気に与えられて、まあ、結構バランスブレイクとは言われてるんですけど、なんていうかそういう、まあ、勇者様の、体験ができるっていう意味で、まあ、結構いい感じなんですよね。これね、バージョンね、今バージョンいろいろアップデートが来てバージョン 1.05 なんですけど、前回のバージョン 1.04 で敵が強くなりすぎて、ストーリーが全てのが困難になってしまったんですね。でその時に結構ね、批判は来ちゃったんですけど、まあ、ただ 1.05 で修正されたんで、まあ、これからやる人はいいんじゃないですかみたいな思いますね。そうですね、キリになるゲームです、まあ、一応ね、キャラクターはカスタマイズできるんですけど、まあ、女の子にもなぜかというと、まあ、いわゆるキリトさんじゃなくてキリトさん。そうですね、二刀流が、まあ、よりこれね、必殺技をつなげる回数によって、まあ、強さがどんどんインフレしていくって感じで、二刀流が一番つなげられるんですね。まあ、ちょっと詳しくでややこしいんですけど、まあ、二刀流だと20回ぐらいつなげられて、二刀流以外だとまあ15回ぐらいしかつなげられないんですよ。に関してはもともとくじばくしてる感あるから LS までしかやんなかったわ。ああ、ホロウ・リアリゼーションね、結構ね悪くないですよ。あれ、もう一人迷ってるか、ちょっと待ってよ。あ、迷ってる感じですね。あ、まあまあ一応なんか来る前に難しいクエストがないからミラーの授業がない。そうです、一応ねロールがあるんですよ。一応それぞれにロールがあるんですけど、基本的にみんな強すぎるんで、あんまりねロールが関係ないというか、ヒーラーが機能しないんで。あ、初見さんいらっしゃい。ニコニコはね YouTube に比べると画質悪いですね。ただデータ配信すると画質が良くなるらしいんで、ちょっとねそっち後で試してみようかなと思います。すみさんいらっしゃい。名前の登録は実はできない、すいません。ちょっとねあれやればよかったな。僕基本的にシェア機能を使って配信してるんで、いろいろ言われたら嫌なんで。やっていますがまだ40代です。ああ、まだ40代ですか。まあ、40代でもいいですよ。レベルいくつでも OK です。別に正直邪神なんて僕が頑張ればなんとかなるんで、別にどなたでも来ていただければありがたいです。まあ、ニコニコはねデータ配信か、ちょっと夜中にねちょっといじくったりして、いきなりなんか配信が始まってるかもしれないです。割と無視していただければありがたいです。まあ、データ配信でもまだなんかいろいろと悪いらしいけど、まあ、一応このニコニコのアーカイブを一応YouTube の方にも上げとこうかなと思います。そうですね、バフはいた方がいいですね。こんばんは。そうですね、ブロードキャストです。こっちは YouTube の方はブロードキャストが今ちょっと禁止されてます。マジでと思ったんですけど、シェア機能で配信してダメかみたいに僕はちょっと思いましたよね。あれはちょっと今 FF15 で配信したり、もしかしたら動画出すだけでもダメだと思うんで、ちょっとねその辺をアップされようとしてる時は注意しておけばいいですね。そうですね、 SAO バフ大事ですね。まずバフから取った方がいいっていう感じのゲームです。ということでお疲れ様です。まとめ見つけたのでついしといた。マジでマジかまあでも一応知っていてもらった方がいいと思いますけど、あれはお疲れ様です。ありがとうございます。いやー、でもね、ショーを開けましたけど、スクイニって結構ね、なんていうか配信に寛容である会社であるんですよ。非常に寛容な会社の一つというか、一番寛容かもしれない。まあ一応どなたでもまあレベルいくつでも大丈夫です。レベル10とかでも大丈夫です。もう気軽に入ってみてください。まあ、ちょっとフレンドになったのが厳しいかもしれないですけど、フレンド送っていただければ、放送中はねちょっと放送のちょっと妨げになってしまうんで受けれないんですけど、放送終わったら全部まとめて OK ですので。あ、これはねパレットをうまくね整理するっていうのもなんていうか、もしかしたら入るかもしれません練習みたいな感じで、まあうまいことね設定するのもこれの腕のうちなんでね、まあうまいこと、僕も結構これすっきりしてる方なんですけど、まあ、これをうまく使いやすいようにやるっていうのは腕の一つですね。片付けあればいいです。そうですね、時間かける場合はそのエクストラスキル変えながら、まあ、強いバフを、まあ、かけまくれば、まあ、ちょうどいい感じですよね。まあ、なかなかねなかなか難しいんですけどね。難しいっていうか、まあ、1人の時はできるんですけど、マルチだったら多分みんなが戦ってる中、そういう風にエクストラスキルのバフをかけまくってると、なんか時間がかかりすぎて、なんか味方がもう倒しちゃってるとかあるかもしれないですね。わ、コツーアットマーク的な。あ、どうもいらっしゃい。いや、まあ、しばらくはここで、まあ、9時からやってる感じになりますね。まあ、一応ね、1時間設定でやります。まあ、30、これね、ニコニコの場合、やっぱりダメだったんですね、14章が。いやー、あれびっくりした。びっくりしました。みんなの助言聞いておけばよかった。いや。バランス調整がもっとしっかりできれば、完成度がかなり高いゲームになるのにな。そうですね、SAO の場合はバランス調整、まあでもバランス調整難しいんですよね。これ攻撃力が、なんていうか、かなりフレが大きいじゃないですか。フレが小さかったら、まあ敵の、なんていうかね、HP とか、うまく設定しやすいんですよ。フレが大きすぎると、まあ、どこに合わせるかで難しいんですよね。最大火力に合わせたら一つの考え方なんですけど、そうなると特定の人しかクリアできなくて、まあ、いろいろ問題が起こるっていうことに多分なりますからね。まあ多分 FF14 はこれから土日にかけてクリアする人が増えていくんじゃないかなと思うので、まあ、その時ですよね。ちょっとその時本当に気をつけてくださいというか、なんていうか、なんか配信しようとする人いたらちょっと注意してあげてください。音消せば OK っていうふうに聞いたんですけどね、エイディングの場合。あれなんでなんだろうな。音消せば OK とは聞いたんですけど、どうなんだろうな。まあ、そこはちょっとわからないんで。まあ、でもやろうと思えばエンディングに入った瞬間に、なんていうか、自主的に配信、禁止空間にすることができるんで、まあ、そういう手はありますよね。まあ、SA はとりあえず今んとこ、なんかそういうのないみたいなんで。ないというか、シェア機能を使っててなんか怒られるとかまあないはずなんでね、まあ、そういう意味では安心ですけど、ただなんかさっきツイートしたら昔アイマスでなんかシェア機能を使ってもなんかダメだったっていうのがあって、あ、マジでと思ったんですけど、いや僕はねやらかしてはないはずなんですけどね。そう、サウンドで NG に入ってあれなんですよ。ただね、なんか対象の著作権違反の対象がサウンドのところじゃなかったんですよね。だから時間見てると、まあ、サウンドも合ってるんですけど、エンディング割と全般に入ってたんで、なので、あ、みんな早いね。みんな早いな。すいません。お待たせです。まあ、本当気をつけてあげる。気をつけてください。なんだろう。あんま詳しくやらないですけど、ラスボスを倒したあたりから、配信はしないように気をつけてください。こんばんは。まあ、サウンドは YouTube の場合かなり厳しいんで。シェア機能がついてるのに、シェア機能が問題ってなんかだかな。ねえ、これね、厳しいなと思いましたね。マジでと。めっちゃ安心してやってましたからね。まあ、スクエアエニックス系だと、まあ、ビルダーズ、ドラゴンクエストビルダーズとか、ドラゴンクエストヒーローズ2とか、その辺は全部配信 OK なんですよ。で会社によってはもう、まあ、エンディングがネタバレダメだっていうんならエンディングにその配信禁止空間に設定すればOK なんで、まあ、僕は配信ダメならそうしてるんで大丈夫かなと思ったんですけどいや厳しいです。90日間です。3ヶ月間です。割と長いです。ただね、今ね結構ねスクエニさんに今相談してるんですけどなんか今ダメって言われてるんで一応ね、結構ね、昨晩のうちに結構メールいっぱい送ってるんですよ。メールいっぱい送ってるのを、なんかスクエアエニックスサポートセンターっていうのに送って、で、あとね、他にもちょっといろいろ電話でもしてるんですよ。で、あとソニーにも送ったんですけど、ソニーはなんかね、個別のゲームの話は個別の会社に聞いてくださいって言われて、言われるんですよね。いやー、キングダムハーツの場合は、特にディズニー関わってるじゃないですか。ディズニー関わってるとさらにややこしいと思います。あと YouTube 公式からもなんだな一応著作権侵害に対する申し立ててきたんで、一応それに対する異議申し立てっていうのは一応僕はしてます。まあでも僕は正直なんていうか自分の主張を認めなくてもいいんです。まあなんていうかエンディングがネタバレなら別に僕の動画は非公開でいいです。非公開でいいんですけどライブ配信だけやらせてくださいっていうのは僕の言いたいことですね。お願いしますよ。うん、そうですね。お疲れ様です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 。いやー、結構サオチューブライブ民 FF やってるから注意しないとみんなニコニコになってしまうわら。いやほんと金は買うか悩んでます。ああキングダムハーツね。というわけでまたどなたでも来ていただければ。今レポート送っても対応するしないからね。まあでもソニーさんのおかげで、まあ、ゲーム配信がああいう風にシェアっていう機能がついたんで、まあ、そういう意味ではすごいありがたいことではあるんですけどね。ありがたいことではあるんですけど、ありがたいことではあるんですけどね。違法じゃないのに規約違反になるのはな。いやーびっくりした。多分ね、僕が思うにあれだな、シェア機能の設定をした人が多分ね、新入社員かなんかでミスったんだと思うんですね。うん。何なんだろうな。まあでも FF15 の場合は本当に1週間前から配信した人いたじゃないですか。フラゲ配信。あれが YouTube ライブでやってたんですよ。うん。YouTube ライブでやってる人がいて、で、それを最初止めれなかったんですよ。多分規約的に問題のないシェア機能でやってるからっていうことで、なんか2日か3日ぐらいずっと配信したままだったんですよ。なので、ずっと配信したままだったので、それはなんていうかいかんみたいな感じで、なんか普通のやり方だと、なんかそれを止めれないんで、なんか別の特別なやり方で、なんか人来なくなった。大丈夫かなこれ2人が限界なのかな。もうちょっと待って来なければ2人で行きましょう。まあ、どなたでも、これね、一応ね、パスワード0000で、ミックス好きで探していただければ、見つかるんで。まあ、今多分これぐらいの人数ならいけるかな。ミックス好き。30秒ぐらい待っていなければ、まあ、キラクスさんと2人で行きましょう。これね、一応ね、PSN の障害のせいで、他の人が、実際は、まあ、なんか空いてるの、まあ、4人パーティーで、最高4人パーティーで、なのに、まあ、2人しかいないのに、まあ、なんか上限になってますって言って、なんか入れない場合があるんで、まあ、そういう場合は、なんか部屋立て直さないといけないんですけどね。まあ、ドラクエ11は結構出てます。ああ、ドラクエ11はね、ドラクエ11どこだかな、なんか任天堂スイッチはどこでしたっけ、なんか忘れました。じゃあとりあえず行きましょうか。行きましょう。じゃあ頑張りましょう。あれなんか新しいのがあるな。行くよ。じゃあ行きましょう。まあ、2人でも問題なく倒せるんで。まあ、気楽に行きましょう。一応このニコ生の配信は普通は30分で終わっちゃうのはちょっとデメリットだと思うんですけど、なんかFF15 のこととかでいろいろ聞かれるかなと思って、最初から60分の設定にしてるんで、一応60分やることにしてます。いつまでやるんですか。一応60分の予定なんで、あと30分ぐらいですね。ただニコニコの場合は最初設定した時間以上延長できないんで、ちょっと早めに終わります。なんかシリケイトンボになって終わっちゃった。シリケイトンボというか、なんか話してる途中に終わっちゃったらちょっとよくないんで、大体50分過ぎたら、まあちょっと終わろうかなみたいな感じになります。あ、いらっしゃい。いやー、マジか。まあ、ただ僕の言い分が通ればいけるんですけど、多分通らないなっていう。いや、だからなんかね、机の人の歯切れもすごい悪いんですよ。一応メール返ってきたんですけど、なんか規約にやっぱり YouTube じゃないと人少ないな。うん。なんかガイドラインをご覧くださいみたいなこと出るんですよね。いやー、どうしようかな。ニコニコ画質。こんばんは。まあ、一応ね、3つぐらい、どこで配信するか3つぐらい案があって、まあ、YouTube じゃなければ、Twitch でやったように案もあったんですよ。ただ Twitch ってコメントするのにアカウントが必要なんですよ。でこれアカウント多いじゃないですか。うん、まあ、サボテンね。多分他にもいっぱい来てると思いますからね。最近何日か H2 のオンラインやってると少ないですが、まだ何人かいましたね。ああ、なるほど。こんばんは。まあ、ヒーローズ2ね。まあ、竜王はならまだ。じゃあ行きましょう。まあ、2人にも楽勝。頑張れば楽勝。あれあ、なんかと、あれなんかトークゲームした。あ、厳しい。よしよし。まあ、2人でも両方頑張るのでいきます。あ、こんばんは。なんやかんやってマルチってね、治療あるんですよね。で、誰かがなんかこの指止まれみたいな感じで、なんか言えば集まるんですけどね。まあ、ただ普通はみんな新しい方に行きたがるんで、まあ、僕もちょっと行っちゃいましたけど行ったらなんかいろいろ問題がありましたけどね。いやー、一斉落ち着くな。なんだろうなあ、違う違う、間違えた。いろいろ考えながらちょっと方向間違いますね。まあ、気楽に初見の方もレベル10とかでも全然大丈夫なんで来ていただければ。 OSS の使い方は空打ちですね。その辺の敵を殴るんじゃなくて、まあ、こういう誰もいないところで、まあ、練習していくとやりやすいからですね。あと仲間をね、わざとね連れていかないですね。仲間いるとねちょっとね見にくくなったりするんで、あと夜の方が光が見やすいんで。ニコニコだとそうですね、画質悪いですね。行った結果ニコ生。いやー、まあ、一応いつも21時からやってて、まあ、しばらく、まあ、9時からやろうと思ってるんで、ね、まあ、よかったら来ていただければ。なんかもう行った結果ニコ生ねいやー、まさかこんなことになるとは。FF15 もな、なんかマルチがあればね面白いんですけど、マルチね一応ね予定されてるんですよ。アップデートがあるっていうふうに予定はされてるんですけど、まだねダウンロードコンテンツなんでまだまだ配信されてないんですよね。ということで、ありがとうございます。あ、お疲れ様です。強くてもう連絡まずすぎて泣きそう。ああ、まあまあなんていうか OSS つなぎやすいのとつなぎにくいのがあるんで、つなぎやすいのを探すことも大切ですね。僕も片手剣でしかほとんどつながらないですよ。というわけで岸田氏一回分かります。そうですね、明日もやります。というわけで0000でよろしくお願いします。ミックス好きですね。多分ね、今ね、ちょっとね、あんまね、人いないんで。905にはアップできそうですよね、SAO も。新作 RPG のストーリー配信して売り上げ上がるんですか。まあ、そこはね、面白そうにやってるか、思ってれば、まあ、結構聞かれるんですよ、プレイしてると。これ買った方がいいですかっていう。まあ、そういうところでしょうね。僕もね、最初やってたらね、まあ面白ければやった方がいいんですよ。配信 OK にすると、まあ、売り上げ上がるんですよ。プレイしてる人が面白いから進めると、あ、じゃあ買いますっていうのは結構あるんですよ。ただねまあ自信がある場合と自信がない場合ですよね、うん、今回どうだったんだろうなって思います。 YouTube であんなに入るの大変だったのに、わら OSS のことで最近知ったけど連打すると繋がらないんですね。ああ、なるほど。そうですね、連打すると繋がらないですね。ネタバレはねどうなんだろうな。とりあえず、まあ、ゲームの広告の、なんだろうな、やり方としていかに認知度を高めるかっていうのがあるんですよ。まあ、ネタバレだろうがネタバレでも何でも基本的になんていうか、その人が見る回数が増えれば増えるほどその商品に対するなんていうかな、購入意欲が増すみたいな感じで、なんかそういうのちょっと調べたら分かると思うんですけど、10回ぐらい見たら10回ぐらいその作品について知ったらその作品を買いたくなるみたいな、なんかそういうやつがあるんですよ。ちょっと調べてほしいんですけど、なので多分ねストーリー配信とかでもそれの一つに入るんじゃないのかなとは思うんですけどね。あとまあでも僕の場合はまあもちろんセールスになってくれればいいなっていうのももちろんあるんですけど、まあ、個人的な一人のゲーマーとして、まあ、配信が認められているならそのゲームをなんかまあ、ダウンロード版ができるようになってからなんか世界中のゲーマーと最初にクリアするのの勝負をしたいっていうのはやっぱり僕の配信の動機ですよね。まあ、その中で、まあ、セールスが上がってくればいいっていうのはもちろんありますけどね。いやー、ちょっといろいろ考えないとダメですね。なんていうか、そのセールスとかはまあメーカーの人はまあ考えてくれて、まあ、ネタバレがあったらまずいなと思うのなら、まあ、メーカーの方がその辺はまあ規制してくれるんだろうなと。でそれをそうされるのは僕は別に文句言わないですし、それに従いますというような立場ですね。ビータ版だから一緒にできないから悲しい。ああ、ビータ版ですね。そっか、申し訳ないです。まあ、ヒーローズとかだったらビータと。ノーマルでやり直しですね、ニコニコ。ノーマルか。僕はイージー版でクリアしたんですけど、まあ、ノーマル割と大変なのかな。どんぐらい強くなるんでしょうね。結構ね、イージーでも大変なところがあったんで、まあ、あとどこが強化されてるかですよね。だからボスが雑魚だけ強化だったらまあ全然大丈夫なの。ボスで強化するのがいたらちょっとやばいっていうのがあるんですよね。投げる時だけはちょっと喋れなくなるんですけど、これはねさすがに集中力いりますね。もうこれぐらいのレベルになると余裕ですね。まあ、さっきレベル40の方がいらっしゃいましたけど、全然大丈夫ですよ。全然大丈夫です。今日は何時までやりますか？今日ね21時半ぐらいですね。一時的にもう5つの YouTube アカウント作ってみたりはしないんですか？まあそれを考えたんですけど、YouTube の僕の主張が通った場合にちょっとややこしくなるんでわざと作ってないです。まあ、一応人によってまあ SAO の人はかなりなんかやる気ありますよね。そこはすごいいいなと思いますね。まあ、大型作品とかだとなんていうか小回りが利かないんですよね。そういう点で、まあ、アップデートが大変なんですけど、ソードアートオンラインの場合は結構少女体で作ってるみたいなんで、そういう意味で、まあ、これからのアップデートも結構いい感じになるんじゃないのかなと思いますね。画質な悩ましいな。まあ、一応なんかライブ配信はできないんですけど、動画投稿はできるんで、まあ、これのアーカイブを、まあ、一応、まあ、YouTube の方にも載せておこうかなとは思ってるんですけどね。いやびっくりした本当。というわけでありがとうございます。なんか本当にレベル40ってのは全然気にしなくていいんで、入っていただければありがたいです。邪神倒せはレベル多分40代の方だったら多分一気にレベルが1つぐらい上がると思うんで、まあ、気軽に来ていただければということで、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。エクスカリバーの弓とかも実装したいって言ってくれてる。ああ、遠距離ね。まあ、遠距離今のところないんですけど、まあ、実装してほしいですよね。というわけで、岸田氏の紹介どなたで0000ミックス好きですね。よろしくでいいです。今投擲でモンスター倒せたんだけど、投擲はねダメージゼロになったんですよ。バージョン 1.04 の時は投擲ダメージゼロだったんですけど、1.05 でダメージ出るようになりました。まあ、連射コントローラー使うと、その投擲を使って経験値稼ぎできるっていうのがあって、それ規制するためにゼロにしたらしいんですけど、ただそれでもね抜け道がいろいろあったらしいんで、じゃあもう元に戻そうみたいな感じで思ったみたいですね。まあ、普通に考えると、まあ、当然投擲で敵になんか石当てると、まあ、それはまあなんていうかダメージ当たるのはまあ当然ですよ。ゼロって逆におかしいですね。あ、こんにちは、よろしくです。みんなレベル70なのかな。入れました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、トロフィー見てるとなんだろうな。みんなレベル50以上の人がまあ何%ぐらいですか。ちょっとまだトロフィーは見るの忘れたんですけど、この前見たらなんかまだ 20% いってなかったんですよね。まあ、この前って3日か4日ぐらい前かな。そうですがダメージゼロです。あ、そうなんですか。マジで？なんでだろう。なんか何かによるのあるのかな。それまだ04なんじゃないですか。実は04の可能性があると思います。なるほどね。いやー、今日はとりあえず岸らしいですが、明日どこにしますか？明日サクラメントにしますか。サクラメントの森集会かな。まあ、森集会というか、まあ、そういう感じで行こうかなと思います。あとまあせっかくなんでニコニコの配信の、まあ、ベータの方とか、まあ、試してみようかなと思います。まあ、せっかくなんていうかある意味なんかこういう機会いただけたっていうのはありがたいですから。今までなんか YouTube しか知らなかったんで、ニコニコの方もねなんか新しくやれればと。まあ、ニコニコのまあ、コメントの誰が言ってるか分かるやつってあるじゃないですか。コメントビューアーかあれ使う手もあるんですけど。あ、そうなんですか。あ、そうですか。なんでなんでしょうね。これね、普通にゼロだ。なんでだろう。ゼロだ。あれ僕今、いや、僕もなんかゼロになってますね。なんでだろう。おかしいな。抜刀してるかなんか納刀してるかその差かもしれないですね。鈴木さんの PVP とか楽しみなのでぜひ長く続けてほしいです。まあ、これからも PVP ありますね。いやー PVP か PVP ね。というわけでいきましょう。あ、みんな来てるみんな来てる。あ、まだあったごめん。一応待ちましょう。なんか来た時に全部倒したらちょっと感じが悪いんで。半端なく強くなったんですけど、ちょっと弱くなりすぎですよね。まあ、みんなが強くなったっていうのはあるんですけど、まあ、でももともとなんか僕のうちの配信に来ていただける方結構強い人多かったんで、そんなに参加者自体の強さっていうかないと思うんですけどね。SO か、まあ、しばらくはなんか邪神集会とサクラメント集会ですね。もしよければ行ってもいいですか？あ、別に全然大歓迎です。バランスだと PVP が先に殴った方が削り切るって感じになるかな。現状 PV いや多分ね最初にバリアの使い方によると思います。あ、でもバリア使ってる最中殴られたら死ぬのかな。あ、その辺かな。うん、バリア次第だと思いますね。もうレベル育成も全然来ていただければ大丈夫です。ただちょっとフレンドになってないと部屋探しにくいと思いますね。そこだけ注意していただければ。なんか倒せるときは倒せないときいますね。一応明日からもこういうふうにマルチで募集するんで、フレンドになると、まあ、部屋に入りやすい話し方。いつまでこっちでするんですか？まあ多分 YouTube アカウントが戻るまでですね。攻撃力の下がる芝生制限部屋も作れるでしょ。前作はどうだった？へえ、あ、そうなんだ。あ、いろいろ作れるんですね。というわけでお疲れ様です。お疲れ様です。まあ、この辺のロードも結構長いように見せて、まあ、それなりに早い方なんですよね。まあ、いろいろなんか、まあ、ゲームやってると、まあ、PS4 のゲームやってると、まあ、どのゲームでもロードは長いんですけど、比較的短い方なんですよね。それやってみていろいろわかるんですけど。というわけでどなたでも0000で来ていただければ、フレンドじゃなくても頑張って探せばいけると思うんでお願いします。もう全然なんていうか自分は役に立たないんじゃないかというレベルでも大丈夫です。スキルポイントまだ振るってなかったことに今気づく。ああ、スキルポイント、ね、現状バフなしならいい勝負できそう。ああ、バフなしならちょうどいい勝負ですね。ちなみに僕はスキルは1000は片手直近だけで他は全然ダメですね。まあ、なんていうか最初から全部マックスにしちゃうとやる気なくなっちゃうじゃないですか。ほらトロコンするとなんかやめたくなるみたいな、そういうのと同じで、わざとちょっとなんていうか先にいろんな要素トロフィーのために放置してたらほとんどキャラの熟練度が100に行ってたわら。ああ、大型アプデと有料 DLC 僕はちなみにプレイ時間663。あれ、なんか人来れないのかな。ちょっと一応30秒ぐらい待って、これ誰も来なければこの3人で行きましょう。これ PSN の障害のせいでこれね上限になって入れないとか、なんか3人しかいないのにそういうのが出て、なんか新しく入れないことがあるんで。あ、フレンド了解です。後で受けときます。というわけでこれいないのかな。いないな。じゃあこれ行きましょう。そろそろ出発します。じゃあこれで行きましょう。よろしくです。最悪僕のほか全員レベル10代とかでも僕が殴りまくってバフが切れたら覚醒結晶を使うとかすれば、まあ、楽勝で倒せるんで。いや僕は僕基本的に PS を切らないんですよ。寝てる間も PS をつけっぱなしにしてるんで、まあ、それのおかげで、まあ、こんな感じになってるんですけどね。だって立ち上げるの結構時間かかるし、なんか立ち上げるのめんどくさいからなんかゲームやりたくないなってあるじゃないですか。なんていうかね、寝て起きてなんか5分ぐらいなんかちょっと写真倒したいなと思う時あるじゃないですか。そういうのに対応できるようにしたいんで。まだ毎日7時間しか休ませる。ああ、217時間。まあ、217時間も多いと思いますね。僕は基本的にやるゲームはめちゃめちゃやります。ドラクエヒーローズ2の時は僕1000時間超えてますからね。まあ、それも放置ですけどね、大体。大体放置です。まあ、その代わりなんか電気代がそれなりにかかるという噂なんですけど、まあ、電気代、まあ一応資源の無駄遣いとか言われるともちょっと僕は反論する術を持たないんですけど、まあ、ただプレイしやすさっていうことを考えると僕はちょっとつけっぱなしっていうのを選んでますね。まあ、一応なんかソニータイマーとか言われてあんまり放置してると壊れやすくなるんじゃないかとかそういうふうに言われたりもするんですけどね。あ、おめでとうございます。まあ、トロフィー取りたい人にとってはまあそうです。ならないか、そっか。あと夜中ちょっと眠れない時とかあるじゃないですか。ちょっと寝たけどなんか寝つけないから一狩り行くかみたいな、まあ、そういう感じの時とかもあるかもしれないんで、まあ、そういう時はいいんじゃないですか。というわけで行きましょう。まあ、今回3人ですね。3人でも、なんだろうな、本当もう、なんか4人が全力を尽くさないと勝てないとか、そういうのがいいですね。なんだろうな、私が責任かな、モンハンか、まあ、ビータだと本当に寝ながらやれる、寝っ転がりながらやれる。僕はモンハン実はあんまりやってないんで、ちょっとやってくれるか。よしよし。PSP なんでね、モンハンで PSP でモンハンやってる人はまあそんな感じなんじゃないですかね。そうですね、まあ、僕なら PS4 は割と寝床の近くにあるんで。よしよし。うん、星1しか出ないな。まあ、星1しか出なくても売れば5000コロになるんで、そういう意味で悪くはないんじゃないのかなと思いますね。まあ、人助けになると同時に、まあ、自分の得意にもなると。まあお金も一応バグでいっぱい増やしてはしますけど、まあ、バグで増やしちゃう、バグとかね、なんか無敵とかそういうのになっちゃうとまたやる気なくなりますからね。まあぼちぼちやっていくのはいいんですよ。こういうのはちょっとずつちょっとずつね伸ばしていって。ヒーローズにはパチパチ7時間やってますが、とりあえず19時間やってみようかなとたまにヒーローズにやります。ちなみに僕は過去の動画見ていただけるヒーローズ2でプレイ時間が1000時間になった瞬間表示はどうなるのかっていう実験をやったらヒーローズ2は表示が999時間59分までなんですよ。ちょっとね過去の動画なんでよかったら見ていただけると面白いかもしれないですけど、まあ、よかったら見ておいてください。単純に暇人を証明してるだけなんですけど、暇人というか電気代に無駄遣いっていうのはまあそりゃそうなんですよね。今はポケモン出たからポケモンに弱気に。ああそうですね、ポケモンも結構ね話題ですよね。2段出たら設置します。ああなるほど。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ただバージョン 1.05 が出たおかげで、まあ、どれぐらい遅れるかっていうとバージョン4からバージョン 1.5 出るまでだいたい1週間ぐらいだったじゃないですか。まあ、だいたいそれぐらいの期間がサクラメント第2弾が遅れる期間だと思うんですね。とすると12月8日ぐらいっていうふうに予想できますよね。そうです、1人ぐらいです。というわけで、岸田新集会、どなたで0000、よろしくお願いします。あ、で、そうそう、時間だな。一応なんか1時間の設定やってるんですけど、途中で切れたら嫌なんで、50分過ぎた時の、パーティーで、まあ、最後にしようかなと思います。いやー、ほんと、まあ、しばらくね、ニコニコでやる感じ、違うな。間違えた。たまにちょっと無意識にちょっと移動して、操作してて、ミスることがあるんですけど。はい、こんにちは。てか、なんか今まで YouTube ライブの方でなんか見たことない人がいるな。やっぱニコニコだとやっぱり違う視聴者さんがいるんですね。でも1週間なら運営からアナウンスあってもいいんだけどな。ああ、なんか運営も FF15 をやっててなんていうかそのアップデートのやつを作る時間がないとかそういう可能性はありますけどね。ああ入れなかったですか。まあまあ結構何回もご視聴する感じになるんで、まあ、気軽に、まあ、なんかイベントみたいなもんですね。なんかマルチイベントみたいなもんで。さん FF の次は何をする予定ですか。何しましょうかね。まあ、とりあえずしばらくは SAO ですね。完全に音沙汰なしなのですごく怪しい。ああ、どうなんでしょうね。YouTube の方が復活したら FF15 をまたやりますか。FF15 はもし復活したら、復活して、まあスクエニさんがなんか特になんか怒られそうになければマルチはやる可能性があるんですよ。マルチじゃなかったらやらないと思います。基本的に僕マルチばっかりやるんですよ。なんていうか配信の役割っていうのはどういうところにあるのかなと思ったら、やっぱりなんていうか人を集めてなんか一緒に頑張るみたいなところがいい。バーを作ればって言ってるんで、まあ、なんていうか新作配信の時はちょっと僕は競争したいんでやりますけど、そうでないならばマルチを基本的にやっていく感じですね。まあ、FF15 も競争だと思ったんですよ。そういえば PS 以外の機種とかは実装しないんですか。いや、そこは僕一応ね、スクイーンさんから怒られるというか、なんていうか処分を受けて言うのもなんですけど、僕一応著作権関係は厳しくしてて、PS4 しかやってないです。PS4 は PS4 のシェア機能でしかやらないようにしてます。なんでかっていうと、シェア機能は基本的に著作権的な問題がクリアされているからということで、まあ、そうなんですよ。まあ、そうじゃないと、例えばね、僕が例えば規約違反のことをしていたとするとですね、僕のパーティーに参加してくれる人がもう非難されることがあるわけなんですよ。まあ、ネットゲームではよくあるんですけど、よく規約違反の人とかと一緒に遊んでると村八分に、まあ、はぶられてるじゃないですか。でもそれって正しいことだと思うんですね、ある意味。まあ自衛手段みたいなもんで、なので僕はなんか参加していただける方にもなんかその批判とかいかないようにわざとこういうふうに大丈夫なのを選んでるなんだけどな、初なんだけどな。ポケモンはねやらないです。ポケモンはちょっとダメなんで、ポケモンはなんか黙認されてるっぽいんで、まあ、うん、いいかもしれないんですけど、うん、ポケモンはやらないですね。まあ、ポケモン GO はめちゃくちゃやってましたけどね、懐かしいな。あと PS4 と、まあ、配信が、まあ、例えば確実に、なんていうか、まあ、事実上の OK になってるからですね。まあ、例えばパズドラとかそうじゃないですか。パズドラとかモンスト、まあ、そういうのはまあやる可能性はあると思いますね。基本無料系のスマホゲームですね。ただパッケージのゲームっていうのは、まあ、僕はダウンロード版なんでパッケージじゃないんですけど、いわゆる家庭用ゲーム機のゲームは PS4 しかやらないような感じですね。ポケモンね、まあ、ポケモンはなんか、やっててもなんかいろいろですよね。いっぱい作品が出てるんで、どの作品をやるかでも結構ね趣味が分かれそうですね。で50分過ぎたんで次のパーティー終了ですね。頑張りましょう。てか画質が全然、画質本当に全然違うな、これこんなに違っていいのこんなに違っていいの、これはすごいな。あとこれね、PS4 のシェア機能を使ってるんで、多分ね、もしかすると配信ベータ使えない可能性があるんですよ。違うところで設定が必要だったら、ちょっとね、使えないんじゃないかな。あとコミュニティレベルがもしかして足らない可能性もあるんで、コミュニティレベルって必要なんですか、その配信ベータ。綺麗な配信を使うために。コミュニティレベルが必要だったら、僕まだね、今日っていうかさっき作ったばっかりなんで、なので、ちょっとね、多分使えないと思うんですね。まあよかったらチャンネル入っていただけると、コミュニティ入っていただけるとありがたいですね。お疲れ様です。お疲れ様です。入っていただけると、まあ延長とかも、まあしやすくなるね。僕は今日まあいろいろ、なんていうか、FF についての質問とかも来るかなと思って、わざと長めにしようと思って、ということで最後ですね、まあ60分でやってるんですけど、最後0000です。まあ、これ一応500円払ってますから、ね、500円払って60分でやってますから。ゴミフォローしました。ありがとうございます。助かります。まあ、もしかすると YouTube がうっかり戻ったりしたらここでまた、まあ、放送しなくなるってこともあるんですけど、まあ、よかったら放送していただフォローしていただけるとありがたいですね。僕は基本的に喧嘩とか配信するのやらないんで、まあ、ニコ生ではそういうの多いかもしれないですけど、あ、テスト、そうですね、もう冬休みですね。あ、テストこの時期か、もうちょっと後だったんじゃないかな。あ、よろしくです。よろしくです。パラストですね。頑張りましょう。これニコニコの仕組みよくなってる側ではどうにもならないんですか。これはね、どうにもならないっぽいですね。うん。僕的にはこれ、なんだろうな。これはもう完全にプラットフォーム側の事情ですね。というわけでよろしくお願いします。僕側はこのニコニコで配信するときは高画質で設定してるんですね。それで雑談として見れるから楽しいです。まあまあなんていうかイベントみたいになればいいかなとか思うんですけどね。まあ、そういう役割がなんていうかその、まあ、ゲームコミュニティの中で必要かなと思うんですけど。内容にしてくださいね。俺は親か。体の防具なんですか。体の防具はね、しばらてったアーマーですね。サクラメントの森で拾ったやつです。まあ、それを鍛えてる感じですね。というわけで最終戦ですね。頑張りましょう。ここはちょっと遠いのがあるんですね。ああ、なるほど。あ、プレミアムと一般だと結構が違うみたいですね。これニコニコって SAO の配信者いるんですか？結構僕ね YouTube の配信は結構見るんですけど、ニコニコはあんまり見てなくて、 YouTube は面白いのは海外の人は結構配信してるんですよね。まあ、ニコニコは海外の人基本的に配信しないですけど、YouTube ライブだと海外の例えばまあ、アメリカだったり、まあ、ヨーロッパだったりの人配信してて、なんていうかそのお国柄みたいなのが見て面白いんですよね。明日も了解です。まあ、一応ね21時から1時間っていうのを、まあ、YouTube 時代からそうライブ時代からそうなんですけど、まあ、一応、まあ、固定にしてるんで、あんまり長かったらなんていうかみんなの健康にも悪いし僕の健康にも悪いんで、なんていうかねお互いなんかまあ、ちょうどなんか気晴らしになるような感じになればいいかなみたいな感じです。つなげるなら課金しないといけないってことですね。そうですね、ニコニコの場合一般会員だとかなり厳しいっていう話ですね。サオはニコニコでは流行ってないな。ニコニコは任天堂が多い。あ、そうなんですか。ニコニコなんかネットゲーが多いというか印象があったんですけど違うんですね。ニコニコなんかプレミアム会にどうしたんですか。なんか最近なんかいろいろあんまり良くないって言ってるんですけど、ちなみに僕はあまり言わないで。あー、ブローゲスター5分で終了。5分か、5分で終了か。ちょっと頑張らないと。ちゃんとこういう風に設定できてる。健康にも悪い目をする雑誌に取りたくなる。寝起きで写真描いてある。ニコニコだから PSO2 とかのネトゲはよく見かける。まあそうですよね。ニコニコ一番前何なのかな。僕はね、結構見てるのもあるんですけど、僕が見てるのはドラクエ10のやつですね。ドラクエ10の生放送見てますね。まあ、ドラクエ10やってないんですけど、まあ、昔やってましたけど自分では最近はもうやらなくなってるんで。あとなんだろう、スプラトゥーンとか人気ですよね。そうですね、スプラトゥーン多いですよね。スプラトゥーン僕シグマさんの、まあ、シグマさん知ってるかどうかんない、シグマさんの配信は結構見てますね。最近やってんのかな。最近なんかあんまり見ないような気がしますけど、最近なんか別ゲーとかやってるような気がしますけど、まあ、スプラトゥーンは多分そろそろというかしばらくニコニコだけでの配信だけになりますか。まあそうですね、一応アーカイブをYouTube にも上げようかなと思ってるんですけど、ちょっと画質が悪いから。プレミアでできることが普通の動画サイトでできることだからな。一般の扱いがひどいだけ。なるほどなるほど。あ、待てよ。ちょっとした裏技があるな。PS4 で、あ、待てよ。これ音声ファイルと。スプラトゥーンは衰退したね。衰退しましたか。音声ファイルと動画ファイルをこれ別々にやるって言ってたんだ。なるほど、ね。これね画像ファイルをそうだな、ちょっとやってみよう。動画ファイルはこの PS4 の公式の方で撮って、でそれに音声をちょっと載せるっていうのはちょっとやってみます。それやってみるとね、もしかすると良くなる感じかもしれないんで、まあ、せっかくなのでちょっといろいろ試してみます。まあ、スプラトゥーンは多分2が出るんで、その任天堂の新しいスイッチで、ね、まあ、その時に多分また流行るんじゃないかなと思いますね。というわけでお疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございました。明日もまたやるんで、よかったらまあ、フレンド登録とかしていただければ、まあ、すぐに楽しみにしてます。まあ、この後受けとくんで、まあ、気軽にやってください。ミックス鈴木ですね。ミックス鈴木ですね。まあ、これで送っていただければ、後で受けときます。まあ、チャンネル、コミュニティ登録もしていただければありがたいです。一応 YouTube どうなるかわかんないですけど、まあ、YouTube のチャンネルを登録していただければ、まあ、ニコニコで、まあ、やることが終わっても、まあ、そっちの方でやるんで、ね。というわけで、今日はこんなところですね。なんかありますなんか僕なんか微妙に炎上してるかなと思って、一応なんか聞かれたら答えようかと思って心づもりなんですけど、あんま聞かれなかった。さっきの裏技裏技、あ、そうですね、裏技というか、その今日の放送を動画のやつは別で1ファイルでやって撮って、で配信のやつはちょっと、まあ、ちょっといろいろやっています。まあ、ちょっとよかったら後でアップするんで、まあ、見てちょっと確認してください。